ミニストップでフォンダンショコラが欲しくなり注文。イートコーナーで待ってて、店員さんがフォンダンショコラを運んできてくれた。店員さんがテーブルに置いた途端、小さな手がひょいとカップを取って、母親のところに走っていった。あら、うちの子がすいません。ありがとうございます。とニヤニヤするママ。いいですけど、商品の代金を払ってください。と言ったら豹変。チンピラみたいな口調で、テンプレ通りの持論を展開。こちらも、出張先の知らない土地だから、せこに負けないくらいの大声で。あーん。んだ、てめえ。誰に向かって口聞いてるんだ。と凄んでやった。言い返されて、ひるんだセコママに。このまま舐められたまま終わらせるかよ。今からうちの人呼ぶわ。言っとくけど、うちの人は警察官だから。あんたの旦那の職場にも連絡させてもらうし、この町に居づらくなるかもな。とまくし立てた。ここで、セコママは、青ざめて素直に謝罪し、商品の代金払って逃げていった。子供は、フォンダンショコラを食べるのやめてポカーン。店の中で大声上げて、迷惑かけたことを謝ったら、店長さんから、こちらこそ、あちらの方に注意もせずすみませんでした。と逆に謝られた。さすがに店に居座る度胸はなく、新しいフォンダンショコラを持って公園で食った。寒い。今、ホテルに帰ってきました。お騒がせしてごめんなさい。ここで報告されるような、にわかに信じがたい常識内のセコママに実際に遭遇したのは初めてで、退治した時からハイテンション。10日後、すぐに仕事に戻り、気分の落ち着いた今読み返してみると、セコにふっかけたハッタリがお粗末すぎて、セコより不事故ってたかもしれん。